はい、こんにちは。まーちゃんねばはやです。今日はこちらですね。うん、ボトルチェンジライダーシリーズ11、仮面ライダーローグです。はい、ということでボトルチェンジライダーシリーズに早くも仮面ライダーローグが登場しましたね、うん、早速開けていきましょう。はい、はい、ということでこちらがボトルチェンジライダーシリーズの仮面ライダーローグだね、うん、かっこいいね。そうだね、すごいかっこいい。今回の変身ギミックなんですけれども、ここにダイヤルがあるんだね、うん、これを回すとこのワニの顎部分が開くんだね、うん、それ顔が回転するんだよね。で、顔が回転して、こうも何、正面向くと顎が閉まるっていうギミックですね、うん。実際劇中もこうなるのかな。ちょっと気持ち悪いよね。劇中シーンを再現って箱には書いてあった。あ、本当に。じゃあ本当にこう首がぐるりんってなるんだね、うん、はい、お顔はこのような感じだったね。かっこいいよね、うん、そうだね、いい感じ。そして肩部分にもちょっとこのワニの顎みたいな、牙みたいなのがあるね、うん、いい感じですね、うん、でこれがワニの顔だね。顔、うん、だってここに目があって鼻があってって。あ、これが目ね、うん、あ、分かった分かった。で、縦長なのね。なるほどね。あ、そういうことか、うん、ようやく分かった。なんだろうと思ったんですね。で、スクラッシュドライバーなどありますね、うん、手は白なんだね。そうだね、はい、で、足部分はこれ、うん、なんか爪みたいなのがついてるね、足ね、うん、かっこいいな。そしてこんなちっちゃなですね、ネビラスチームガンが付属してましたね、うん、はい、エイシン君ポージングしてくれましたね、うん、こんな感じだね。これはちょっとクールに決めてる感じ。そう、あ、まだちょっとね、ローグの性格が分かんないからね、うん、入れたちはすごいかっこいいからね、これでも決まってるね。そうですね。はい、でライダーキックをさせてみましたけれども、若干ね、今回首が動かせるから下向いてる感じにはできるね、うん、いいんじゃない。そうだね、うん、あとは腰が動けば完璧だったね、うん、あ、あ、取れ、チャージ、さあ、取れ、あ、どうだ、ほら、クルーズチャージ、お前のハザードレベルで俺には勝てないぞ。なんだと、そんなわけねえ、あら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 、なんだお前は。私はローグ。ローグ、ローグ、仮面ライダーか。ああ。どこの仮面ライダーだ。生徒だ。生徒だってよ。小学生とか。いや、中学生とだろ。違う。おお、何、そんなバカな。おい、おい、グリス、お前一発やられるわけねえよな。おい、どうした。うわー、負ける気がしねえ。おお、やばい、胸パーツが取れて頭がまた出ちまった。ねえ、お前に負けるわけにはいかねえ。何、ちょっと待て。あ、うわあ、二人してミイラ頭になっちゃった。フフフ。はい、ということで今回は仮面ライダービルドのボトルチェンジライダーシリーズ11、仮面ライダーローグでした。はい、ということでネビラスチームガンね、まだゲットできてないんで、それゲット次第なんか普通の寸劇も撮りたいなと思ってますけどね、うん、はい、ということで今日のマーティ君ご覧ください。今日のマーティ君、はい、マーティ君なんとですね、ほら、この柵から顔が出るぐらい大きくなりました。そんなわけでこのね、ケージがちょっとちっちゃくなってきたかなと思ってるので、新しいのに変えようかなと。っていうのは今朝ですね、大量のあの排泄物がですね、このトイレから出ちゃってたっていう。ちょっとマーティ君的にはあれだよね、狭いんだよなきっとな。おトイレと分かれたケージはちょっと考えてます。それ明日行こうかな。ね、マーティ君、マーティ、待て、ほんと大きく
なったね君ね。大きくなったデータ。このカエル足。今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はこの辺り、この辺りからよろしくねということで今回は以上でございます。バイバーイ、マイティ君、バイバーイ。